はい、どうして今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はですね、こちらヨッシーのホンワカで、マルチのリプレイ解説になります。使ったデッキは、前回と同じですね。こちらのデッキですね、スケキンエリゴルなんですけど、まあ攻める際は基本的にも同じですね。まあ今回はタイトルにもある通り、まあ全てロイジャイデッキ解説していこうかなといった感じですね。基本的にロイジャイデッキはファイボー型がメインなんですけど、やっぱりこう、まあ、だんだんこう、まあ、時間も過ぎて競ってくると、まあ、相手はロイジャイ出してからのもう即打ちファイボーをしてくるので、まあ、そういった場合はどうしたらいいのかっていうのを、少し、話していこうかなといった感じですね。まあ、今回のこのプレートはちょっと関係ない部分ではあるかもしれないんですけど、基本的にロイジャイデッキに関しては、もう全然こう、まあ、まず先に言っておきたいのが、もう普通にこう、まあ、さっきも言ったんですけど、ロイジャイ出してきてバーバリアンで守るっていうのがまあ正解ですね。まあ、たださっき言ったんですけど、ロイジャイ出してきて相手がまあその即打ちファイボーできる状態っていうのはまあ何回かあるとは思うんですけど、そういった場合は、まあ、自分の場合だったらまあ当たり前の話なんですけど、まあそのまあ、こういった場面ですね、まあ、バーバリアンで本来守れるけど、まあ、相手がエレクサーたっぷり ある状態だったら、まず、まあ、ギャングでこう守ったりだとか、まあ、あとダクネ使ったりとかっていう風な、あえてバーバリアンで守れるけどそうしないっていう選択が、まあ、一番まあ無難な気はしますね。もう相手はもう絶対もうこっちがバーバリアン持ってるってなったら、もう絶対もうファイボ構えてます。まあ、なのでそういったこうそのギャングとか、まあ、ダクネとか出してあげることによって相手をちょっとこう一瞬なんていうでしょう、こう、まあ、迷わせるといった、まあ、効果もあるとは思うんで、まあ、ただ基本的な防衛としてはもうバーバリアン出すのがまあ正解ですね。まあ、もちろんシンカーバーバリアンだったら全然そのファイボーを全然耐えれるので、こう守れるけどあえてそれを使わないっていうことも、はい、大事ですね。まあ、今回はもう結構これ、まあ、本来ちょっと1-0 で逃げ切りたかったんですけど、まあ、自分の、はい、これ判断ミスでタワーこれ折られちゃいましたね。もうこうなるんだったらもう捨てた方が全然良かったです。まあ、ただやっぱりエリゴルデッキなので、まあ例えばの話、相手がまあスパーキーとか、まあ、ファルチとかあったらもうだいぶ厳しいんですけど、まあ、そういったのがまあない場合ではもう基本的にはこの状態になった方がまあ有利ですね。まあ、いつものエリゴルデッキと同じで、こう、まあ、このように角出しエリゴル出したりとかっていう風にできるので、こう、まあ、相手からしたら、もう、なかなか、そうですね、もう、こう、まあ、守るに守れないといった状態が、まあ、生まれてしまうので、もう、このたった1回の攻めで、相手のこれタワー356まで、はい、削れましたね。まあ、ただ、これ最後危なくて、まあ、なんとか、これ呪文圏内まで追い込めたのが、まあ、勝因ですね。まあ、その言ってる発言と、まあ、このプレイの内容はまあ全然違うんですけど、まあ、ただ普通に守るとしたらまあバーバリアン出すのがまあ一番正解ですね。もう全然こうエリゴルデッキ、まあ、特にこのデッキ全然その分かんないって人だったらもう全然防衛バーバリアン出しても OK です。まあ、次がそうですね、この、まあ、また違ったロイジャイデッキなんですけど、まあ、ハンター入ってるデッキの方が、まあ、個人的にはちょっとやりづらいかなといった感じですね。で、これ相手結構ユニット出したので、これノーダメでいけるかなと思ったら相手5を回ってたので。
まあ、これゴーストまで裂いて、でこれレイジで、はい、あのゴースト飛ばしてくれたのは、まあ、すごい大きかったですね。でここなんですけど、これ相手これはい良くないですね。しかもこれレイジまで使っちゃってるので、もう自分がこれ高回転だったらもうこの攻めはおそらく正解なんでしょうけど、もうイリゴルデッキなので、もうこれやっちゃうとどうなるかというと、もう言うまでもないですよね。まあただカウンターもらうだけで、も今回これもう進化バーバリアンも攻めに使っちゃってるので、もう両サイドはいまあどう頑張ってもまあ守れないといった感じですね。これ進化バーバリアン2体だけでタワー折ってるので、もうこれはすごいですね。まあただ相手のデッキはまあレイジ入ってるので、まあこういった攻め方がまあおそらくまあ基本だとは思うんですけど、イリゴレ相手に序盤それやっちゃうと、はい詰みます。はい、次はまあちょっと変わったデッキですね。ライトニング型はまあたまにいるぐらいなんですけど、まあ、基本的に今の環境だったらもうもうファイボ型ですね。でさっきも言ったようにこうボーラーとかが入ってると、どうしてもこう同サイドで勝負するともう絶対分が悪いので、もうそういったカードを見た瞬間も逆サイド攻めるっていう工夫っていうか、もう意識した方がいいですね。もうこれは工夫とか何にもなくて、まあ、例えばだったらまあ、ファルチェ、まあ、スパーキーとかですね、まあ、ああいったカードだったらもう普通に考えたらもう同サイドで、まあ、勝負したらもうやられるのがもう目に見えてるので、まあ、ああいったカードが来たらもう条件反射的にもう逆サイドを、まあ、攻めるっていうことをした方がまあいいですね。まあ、これもうボーラー見た瞬間もう逆サイドを展開してるので、で今回なんですけど、はい、まあ、このように、まあ、攻め方は同じですね。まあ、かなり削れたんですけど、まあそうですね、まあ、言うならここですね。ここちょっと進化バーバリアの温存しても良かったのかなといった感じですね。まあ、タワーこれダメージ食らっても、まあ、ギャングで、まあ、抑えて、でまあ攻めにそうですね、もうこのように、まあ、バーバリアン出したら、まあ、ボーラーで回収されてしまうのはさすがに、はい、もったいなかったですね。まあ、ここ進化バーバリアンあったらもう全然難なく守れたんですけど、まあただまあこれはまあ抑えてる方ですね。はい、この矢の雨もちょっとよくわかんないですね。これはいギャング読みしたんでしょうけど、まあ、結果はい全然意味ないです。まあ、最後はもうゴリ押しですね。まあ、すごい汚い感じで、まあ、ゴリ押ししたんですけど、はい、まあ、ちょっとプレーが、はい、ひどかったですね。これ、ファイボ型だったら、もしかしたら負けてたかもしれないです。次は高回転ノイジャーですね。もうこのデッキの方が、もう基本的にやりやすいです。あ、ごめんなさい、ちょっとはいレイジからスタートして、はい相手もレイジからスタートして、これロイジャイだと思ってなかったので、まあまずは進化これ進化バーバリアン回すためにも、まあ、最初の手札でバーバリアンセパレートしたといった感じですね。
でもうこのゴーストともうフェニックス、まあ、この2枚見た瞬間、あれロイジャイデッキかなといった感じでしたね。もう基本的にゴーストとかだったら、まあ、ペッカ工場かロイジャイで、まあフェニックス入ってたら、フェニックスだけだったら、あと、まあ、エレジャイデッキですね。まあ、ただ、今の環境、エレジャイデッキ全然いないので、もう、フェニックス見た瞬間も、まあ、ロイジャイデッキだと判断してもいいですね。まあ、多分、おそらく、まあ、ゴレとか、まあ、掘り起こせば、まあ、ゴレデッキとかあるとは思うんですけど、まあ、基本的にもう、フェニックスはもう、ロイジャイデッキに入ってることが、まあ、多いです。もうこれ、はい、相手、もう守ろうにももう守れないですね。もうこうなっちゃうと、そうですね、ちょっともう、まあ、ライト選手だったら、まあ、こっからでも守ってると思うんですけど、まあ、ただもうこのトロ、レート帯になると、もう、詰みですね。まあ、公開手の以上は、ちょっと正直、守る、ユニット、がそこまで強くはないので、まあ、最後のこのスケキン、ロイジャイ、まあ、マゼネクとかザッピーの入ったデッキだったら、まあ、意外とこれ守られるんですけど、まあ、たださっきも言ったんですけど、高回転ロイジャイとかだったらもうゴリ押しすれば全然通りますね。まあ、まだロイジャイデッキだとはちょっと思いたくなかったんですけど、まあ、やっぱりゴスケキン出て、はい、あもうこれではまたロイジャイかなといった感じでしたね。まあ、ただやっぱりゴスケキンロイジャイの方がやっぱりちょっと若干きついです。やっぱりこう施設もあって、まあ、ザッピーに打つとマザネクが生きるし、でマザネクに打っちゃうと今度はザッピーが生きてしまうので、まあ、なかなかこれは、まあ、今回これたまたまファイブを、ヤナメレイジですね。ヤナメレイジで、まあ、ザッピー飛んでくれたので、まあ、結構なダメージ入ったんですけど、まあ、個人的な優先順位としてはもう基本的にもうマザネックに打った方がいいです。まあ、ザッピーも結構溜まっちゃうと、もうすごい嫌なんですけど、まあ、今回のまあこの自分が使ってるデッキは結構細かい系のユニットが多いので、もうまず優先順位としてはもうマザネクですね。まあ、これで、まあ、タワーを折ったんですけど、まあ、マザネクには、まあ、徹底してファイブを打った方がいいですね。まあ、今回これ、まあ、相手がこれ、端前に来たら、まあ、ファイブを打とうといった感じだったので、まあ、すぐには打たなかったんですけど、あ、これ、ごめんなさい、ユニットで処理してますね。まあ、ユニットで処理できるときは、まあ、全然、はい、ユニットで処理してもらっても、まあ、構わないですね。まあ、ただ、攻めてるときは基本的に、もう、マザネクには、まあ、ファイブを、まあ、これは徹底した方がいいですね。まあ、それさえ徹底すれば、まあ、事故は、ま、防げます。マザネクで、こう、延命されて、そこから豚量産されるってなると、もう、なかなか、もう、それでそこから挽回できなくなっちゃうので、まあ、そこだけですね、はい。はい、今日の動画は以上になります。また、マルチのリプレイ解説の動画、出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。